こんにちは、ようくんまちぶらチャンネルです。岩手県の盛岡市が想像以上に都会すぎて正直びっくりしました。そんな盛岡を駅から散策していきます。動画の流れは以下の通りでやっていきます。概要欄にも目次貼っておきますので、それでは行きましょう。盛岡駅の乗り入れ路線はまず東北新幹線、北海道新幹線、秋田新幹線、今から盛岡名物秋田新幹線の切り離しの映像を映していきます。 3,2,1 はい、切り離されました。このように自動で切り離されるんですね。いつもはね、多くのお客さんがもっと見学してるみたいです。新幹線ホームから降りまして、続いては在来線を見ていきましょう。在来線乗り場、このように長い通路になっています。こう見ると盛岡駅っていうのは結構大きいですよね。まず東北本線、盛岡駅で終点となります。その他山田線、盛岡駅から岩手県の宮古駅までを結ぶ路線です。こちらは田沢湖線、秋田県の大仙市大曲駅から盛岡までを結ぶ路線になってます。でこちらは JR ではないんですけど、岩手銀河鉄道線といいまして、東北新幹線盛岡駅と八戸駅の開業によって在来並行線が経営分離されたんですね。このうち岩手県内を IGR 銀河鉄道が運営してまして、青森県内は青い森鉄道が運営してます。そして忘れてはいけません、花輪線、 JR の路線で大館駅から盛岡駅を運行してますが、高麗駅から盛岡駅の間は岩手銀河鉄道の区間に乗り入れて運行しているとのことです。ちょっとねややこしいですよね。今挙げたのが基本的な乗り入れ路線で、あとは快速列車が一部走ってます。全部は紹介しきれなかったんですけども、一つの例はこちら快速浜百合で、座席を見るとね、このように特急そのものになってますよね。こちらは盛岡から釜石の間を走ります。要は東北本線と釜石線経由で運転されるということになります。このように盛岡駅は結構乗り入れ路線が多いターミナル駅ですね。東北地方だと結構有数のターミナル駅かと思います。それでは少しお土産コーナーを見ていきましょう。駅構内のお土産屋さんはアワビ、イクラ、メカブと書いてある中村屋さんの三陸海宝漬けがこちら置いてあります。いやー、ご飯に乗せたらね、ほんと美味しいことなんでしょう。おつまみにもね、いいのかもしれません。その他、このように駅弁が非常に充実してます。海鮮系のものから鶏とか牛、そのような弁当がたくさん並んでました。その他、カモメの卵、有名なお菓子ですよね。あとね、岩手県といったらもうこちら南部せんべいがありまして、他はジャージャー麺、冷麺、わんこそばと盛岡の代表的なグルメがこのようにお土産であります。あとは南部鉄器と書かれてまして、岩手県の伝統的な工芸品が売られています。このような感じで最近はカラフルなものまで売られてるんですね。駅構内のお土産屋さんにありました。今銀河鉄道の改札口にいますが、カメラを回すとこちらフェザンという盛岡駅直結の駅ビルがあります。こちらと反対側にはフェザンおでんせ館とありまして、食料品お土産コーナーがたくさんありました。萩の月、これは仙台なんですけども、花椒三膳さんが入ってたので思わず萩の月ずんだシェイクを買ってしまいました。盛岡の動画なのに本当に申し訳ございません。それではまず市街地と反対側の西口がどのような街になっているか見ていきましょう。駅のコンコースを歩いていきます。西口に着きました。まずこちらバスターミナルがありまして、おしゃれな屋根がこのようについてます。奥に見えるガラス張りの建物はアイーナ岩手県民情報交流センターと言います。で左側のこちらビルがマリオスというビルになってます。上には展望台があって後で登ろうと思います。いや、なかなかね、超高層階のビルですよね。このように近代的な建物が他にも建ってて、いや、盛岡やるなーってね、思わず思ってしまいました。それではマリオスというビルの展望台に行ってみようと思います。展望台は20階ですね。どのような風景が広がってるか楽しみです。
このように数々の山があることが分かりました。冬に来るときっと雪山の景色がもっと美しいことでしょう。それではマリオスというビルの展望台を降りまして、こちら左側にある通路をちょっと歩いてまっすぐ進んでいこうと思います。ビルとビルの間にこのように綺麗な通路がありまして、まるで都心のオフィス街を歩いているそのような気分になります。正面にはラウンド1がありまして、このように大きい建物となってます。今歩いてきたとこ振り返ってるんですけど、真ん中に道路があって、下に通路があって、ちょうど今いるところが3階ということになるんですね。いや、こう考えると普通にすごいですよね。で、ラウンド1の脇を歩いていきますと、正面にはマンション群が見えます。その先に階段がありまして、下に降ります。で、右を振りまきますと、交差点があります。その交差点をちょっと左に曲がって、まっすぐ歩いていこうと思います。交差点のところで、カメラを右に回していきますと、長浜コーヒーと書かれたね、とてもおしゃれなカフェがありました。で、まっすぐしばらく歩きますと、こちら立派な橋がありまして、下には雫石川が流れてます。岩手と秋田の県境に位置する秋田駒ヶ岳からね、流れてきてるみたいです。で、橋を渡ると正面にトンネルが見えて、そのトンネルの上にね、原っぱみたいなのがあります。ちょっと近くまで行ってみましょう。脇から見るとね、このような感じになってて、階段があって登れそうですね。ちょっと登ってみましょう。右側は子供が遊べそうな原っぱがこのようにありました。で、階段を登りますと、上に待ってるものは、このような円形のなんか広場になってました。ここが展望台になってるみたいです。で、今カメラ向けてるのが盛岡市街地方向で、あちら側から歩いてきました。奥には山も見えてね、とても美しい景色です。北側にカメラを向けてます。正面には立派な建物がありまして、あちらは岩手県立美術館になってます。こう見ると、ここの公園の広さもよくわかります。いやー、素晴らしいですね。ではですね、公園を後にしまして、カメラを向けている方向をさらにまっすぐ進んでいこうと思います。で、この先市街地エリアから郊外エリアになるあたりです。なんかね、広々としてて、すがすがしい感じがあります。では、ここをまっすぐ歩いていきましょう。歩道が広々としてて、とても歩きやすいです。16番、蕎麦屋さんですかね。その奥にはロードサイドショップが並んでまして、もうちょっとだけ進んでいこうと思います。こちら、イオンモールがあります。なんか盛岡市内にイオンモールが2つあるとの情報より、すごいですよね、盛岡って。郊外の力がなんかすごい発展してる、そのような感じがしました。こちら、イオンモールの交差点のところです。で、反対側はこのようになってまして、道幅も広くてね、ロードサイドショップも充実してて、盛岡市の郊外ってとても住みやすそうだなってね、ほんと思いました。いや、結構歩き疲れたので、バスを使って駅まで戻ります。そして、いよいよメインの市街地側を歩いていこうと思います。盛岡駅東口側です。駅舎はこのように薄茶色の立派な建物になってます。こういうね、シンプルなデザインが個人的には結構好きです。駅正面はビジネスホテル、雑居ビルとかね、このような感じで結構栄えてる様子がわかるかと思います。正面はバスターミナルがあります。駅の端っこの方から撮ってるんですけども、こちら、焼肉冷麺清浪閣とありまして、盛岡で結構有名な焼肉冷麺屋さんなのでね、ぜひ行ってみると良いと思います。奥は中規模のビルでオフィス街みたいになってます。で、市街地散策をするのに駅正面からメイン通りに行こうとしたら、なんと横断歩道がありません。向こう岸まで行くことができないんですね。じゃあどういう風に行くかと言いますと、こちら地下道をくぐっていこうと思います。で、ただの地下道じゃなくてね、結構これがすごいんですよ。下を降りていきますと、このように長い通路があります。結構奥行きがあるのがわかるかと思います。で、反対側にもカメラを向けるとこのようになってます。出口の案内表を見ると、いろんなとこに出口がありまして、まるでね、東京の地下鉄にいるような、そんな感覚になります。駅ビルのフェザントも直結している通路がありまして、少しながらではありますが、地下街を形成してます。で、その少しながらの地下街のところには、このように、いくつか飲食店がありました。旗にはジャジャ麺と書かれてます。で、左側にはファミリーマートがあったり、プロントですね。昼はカフェで、夜は確か酒場になるようなね、お店だったと思います。
で、右手側には盛岡冷麺のお店がありまして、奥にはまたまたね、この美味しそうなラーメン屋さんがあります。結構メニューが豊富そうですね。で、お隣には中華料理屋さんかな、ありまして、シビからマーラータンメンとか、他にもね、美味しそうなメニューがいくつかありました。盛岡駅周辺はこのように結構グルメが充実してるので、例えば出張とかでビジネスホテルに泊まる際とかは結構ね、徒歩圏内でいろいろ楽しめると思います。で、ちょっと話が脱線してしまいましたけども、いよいよ向こう岸まで行こうと思います。地下道を今上がっていこうと思います。こちらかを階段登っていきます。で、階段を上がった先には、メイン通りがこのような風景が広がってます。で、カメラをね、駅方向から今メイン通り方向へ回していくと、こんな風景になってます。結構ね、都会ですよね。ただね、盛岡はこれはまだまだ序の口で、さらに奥に繁華街が広がってますので、楽しみにしててください。右手には結構目立つね、美味しそうなラーメン屋さんもあります。で、さらにまっすぐ歩いていきますと、道路の反対側には個人でやられている居酒屋さんが多くありまして、で、こちらに、大きい交差点があります。で、その交差点の奥には白い橋が見えるのがわかるかと思います。あちら海運橋と言いまして、橋を渡った先には盛岡の、繁華街が広がっているとのことです。海運橋の歴史、宮沢賢治って書いてありますね。そっか、宮沢賢治ってあの銀河鉄道の夜の作家なんで、だからね、岩手銀河鉄道ともこう関連されてる街なんですね。ちなみに今歩いてきたところを、カメラを映してます。まだ橋を渡っていないです。で、このようにビジネスホテルとかマンションで人通りも結構多くてね、もうここだけでも結構都会だなぁと思ってしまいます。盛岡結構すごいです。で、海運橋の下には北上川が流れてまして、その河川岸にはこのように電球が上につけられて並んでまして、夜とかおしゃれな雰囲気を演出しそうな仕掛けがあります。で、左手にはいくつか小さな建物がありまして、こんな感じでおしゃれなカフェがある、そんな感じになってます。しかもオープンテラスで、とても天気のいい日とか気持ちよさそうですよね。こちらはビールも飲めるお店みたいです。で、今歩いてきたところをちょっとカメラ向けていきますと、このようにね、いくつかお店があることがわかるかと思います。ぜひ来た時はね、ちょっと立ち寄ってみるといいと思います。ではでは、海運橋を渡りまして、盛岡の繁華街方向まで歩いていこうと思います。で、ここで簡単に盛岡市の概要をお伝えします。岩手県の県庁所在地で中核市に指定されています。人口約29万人の都市です。結構多いですよね。安土桃山時代に勢力を広げた、武家家族の、南部氏が、盛岡城を築いて、それ以降城下町として発達してきました。で、展望台から景色を見たと思うんですけども、山が多くて、さらにね、川も北上川、中津川、雫石川とありまして、景観がとても、美しい町として知られてます。で、ここをさらにまっすぐ進みますと交差点がありまして、右側はこのような景色が広がってます。マンションが比較的多いですね。で、左側には高層階のオフィスビルとかビジネスホテルがこのように並んでます。綺麗な通りです。で、その交差点をまっすぐ行ったらアーケード街があります。ここを大通りと言いまして、この辺がね、繁華街になっているところだと思うんですけども、ちょっと歩いていこうと思います。チェーン店から個人のお店まで、軒を連ねてました。とてもね、活気があって元気な街でした。地方都市のあの商店街って少しね、シャッター街のイメージも確かにあるんですけど、いやいや、とんでもない、そんなことは全然なく、普通に栄えてました。このジョイサウンドの交差点のところをね、ちょっと寄り道で曲がってみますと、右側には小さなお店がいくつか並んでます。で、左手側にはこちら大きな商業施設がありまして、モスビルと言いまして、ショッピングセンターになってるみたいです。で、上には映画館もあるみたいです。では先ほどの大通りに戻りまして、ジョイサウンドの交差点のところですね、そこをさらにちょっとまっすぐ歩いてみようと思います。で、右手にはビッグエコーがあったり、反対側の奥のオレンジの看板は漫画喫茶、快活クラブがあると思います。自分結構カラオケとか一人で行くの好きですし、あと漫画喫茶とかもたまに行きますんで、いや、盛岡のこの辺住んでもありかなって思ってしまいました。すごい単純な発想なんですけど。で、右手にはこちらサンシャインと書いてある看板がありまして、あ、ゲーセンなんですね。このように結構娯楽施設が充実している通りかなっていうふうに思いました。
飲み屋とかね、飲食店、そのようなものも非常に充実している通りと感じました。ではもう少しまっすぐ行って、その後ですね、とある通りにちょっと入ってみようと思います。で、交差点がありまして、ここを右に曲がります。で、この交差している通りが映画館通りという名前になってます。まっすぐ行くとまだね、大通りの続きなんですけど、それでは映画館通りがどのようになってるか見ていこうと思います。ではこの交差点を右に曲がって、ここをまっすぐ歩いていこうと思います。で、なぜ映画館通りという名前かと言いますと、昔ですね、たくさんの映画館が軒を連ねてたとのことです。で、現在でも数軒の映画館が残ってまして、このように地方都市で映画館が集中している一本の通りがあるっていうのは非常に珍しいことみたいです。映画館以外にもこのようにお店がたくさんありまして、栄えている様子がわかるかと思います。盛岡ってね、歩けば歩くほどすごいなと思うことがたくさんありまして、本当ね、想像以上の都会っていうのはまさにこういうことかと思います。で、下にスターバックスが入っているホテルロイヤルがありまして、で、奥にはこちら白い建物、百貨店があります。パルクアベニュー川徳という百貨店みたいです。近くまで行ってみたらね、こちら百貨店すごいね、奥行きも広くて立派な建物になってます。盛岡は百貨店以外にもショッピングセンターとかイオンモール、郊外にも充実してまして、本当買い物とかもね、便利な街かと思います。それでは百貨店の通りをまっすぐ歩きまして、ちょうどね、先ほど歩いた大通りと平行に歩いてます。で、さらにまっすぐ歩いて、突き当たりまで進んでいこうと思います。で、こちら盛岡城跡公園、別名岩手公園と呼ばれてます。ちょっと行ってみましょう。で、こちら石垣がありまして、木が生えてて散歩するのにとても快適だと思います。で、市街地もこのように高台から見渡すことができます。ちょっとね、天気が悪かったのが残念です。で、先ほど歩いてきた大通りがありまして、一回映画館通りにずれちゃったんですけど、大通りをまっすぐ歩くとね、ここの通りに来ることができます。ちょうど盛岡城跡公園の横側に来るってことですね。さらにここをまっすぐ歩いていこうと思います。そうしますと、岩手日報と書いてあるこちらビルがありまして、右側は盛岡歴史文化館があります。で、さらに奥の建物はテレビ岩手があります。で、テレビ岩手から橋を渡ります。中野橋というんですけど、そこを渡りますと盛岡手紙館と書かれてまして、このようなね、公共施設があります。とてもね、立派な建物でこのような感じになってます。この辺りは盛岡駅から結構離れたところにありますが、それでも高い建物がありまして、このように市街地を形成されてます。そして交差点のこちら、岩手銀行赤レンガ館があります。1911年、明治44年に盛岡銀行本店として完成して、2012年まで100年ぐらいね、銀行として使われてきたとのことです。はい、それではですね、ここで一回バスに乗って盛岡駅方向まで戻ろうと思います。帰りのバスの風景ですけど、この辺は岩手県庁付近かと思われます。その他にも銀行本店がありまして、結構整備された綺麗な通りになってました。はい、盛岡駅到着しました。これから帰ろうと思います。盛岡の、イメージがこの動画を見て結構変わった方もいるかと思います。それぐらい盛岡っていうのは洗練されて綺麗な都会、そのような感じがしました。今後もどんどんいろんな街を街ぶらしていきますんで、よかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。